本日紹介するのは、タレントのビビアン・スーさん。1975年生まれ、台湾出身。ビビアン・スーさんは、1990年の15歳頃に、台湾の CTS テレビ主催の台湾美少女芸能コンテストでグランプリを獲得し、少女隊という3人組の女性アイドルグループのメンバーとしてデビューしました。1991年に少女隊としてファーストアルバムをリリースし、1994年には映画。 ビ,ビアンスーーの恋ししくてにてに映画デビューを果たします1994年に台湾でファースト写真集天使心にてヌード姿を披露しそのあまりの可愛さと美しさから1995 1年月には日本でも同写真集を発売本写真集の発売を皮切りにヴィビアン・スーさんは日本での芸能活動を開始し1995年9月には大阪ギャラクシーホールにて日本でのイベントに初出演し同年10月にはテレビアニメ バーーーーチャファイターのエンンディングテーマをリリースしましまたそして1996年には伝説のバラエティ番組「うっちゃんナンチャン」の売りなりにレギュラー出演を果たしたヴィビアン・スーさんはその愛くるしいルックスと天真爛漫なキャラクターで一躍大人気タレントに成長しました1997年には売りなりの企画から誕生した音楽グループ「ブラックビスケッツ」を結成しメンバーの南原清隆さんとキャインの天野さんらと共にスタミナでデビューを果たしました 1998年には「ブラックビスケッツ」からタイミングを発売同曲は出荷枚数200万枚の大ヒットを記録し同年の「紅白歌合戦」にも出演するなど社会的ヒットとなりましたそんなヴィヴィアン・スーさんですが実は日本で本格的に芸能活動を開始する前に台湾の映画で濡れ場シーンのある役を多数演じており本当に美しいドスケベチ首も披露しておりますよ当時はネットもあまり普及していなかったため ビビアンスーさんが乳首丸出し映画に出演していたことを知らない方は多かったと思いますが、もしそのことが有名であれば、右腕剣昇園兄貴が続出していたことでしょう。ビビアンスーさんはその後日本や台湾でも活躍を続けられるのですが、動画が長くなってしまったため、今回の動画が好評であれば続編を作成したいと思います。これからビビアンスーさんの一層の活躍を期待し、応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、 モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。